トップを走るシコーラ、調子を上げてきたアミエ、そして表彰台のセンターを狙う爆弾男トンバ、第1シード目前の木村公信。1本目、雪と霧の最悪のコンディションの中をシコーラは50秒91と50秒台のタイムで他のレーサーを突き放してゴール。しかしラップを奪ったのはシコーラのタイムに0コンマ1秒差をつけたベテランスタン・ガッシンガー。2本目、霧が立ち込める59本のゲートに1本目6位につけたトンバが挑んだ。しかし1分42秒99でゴール、タイムが伸びない。そしてアミエ、チャンピオンの意地にかけても、さあアミエ2本目、ロシの演曲のこのリズミカルな滑りが出るかどうか。アミエ抜いた。ここでトップに立ったのはセバスチャン・アミエ。アミエを追ってシコーラがスタート。2連勝を狙ってシコーラ、急斜面上から狙えるか、挽回できるか、シコーラどうか。シコーラは1分41秒93、強い。シコーラがトップに立ちました。シコーラはスタン・ガッシンガーも抑え今季3勝目。どこまで勝ち続けるのか、トンバはいつ爆発するのか、伝統のクラシックレースへと戦いは続く。